願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、はい、吉田美チャンネルです。バイバイということで今日は、マツダ2のお話をお伺いしに来ました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、商品本部の水口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回の商品改良なんですけども、まあ、車見ていただくと分かるように、はい、結構ですね、いろんな価値観の広がりっていうものを用意してみました。まあ、昨今ね、これだけいろんな不安のことがあるような世の中なので、ぜひこの車でお客様はいろいろ自分の好きなことを探して元気になってもらいたい、まあ、そんな思いを込めて、ツアーキャッチフレーズ好きを探す相棒と言います。はい、もう車の名前好きにすればいいのにと思います。あ、そうですね結構それに近いようなネーミングをつけてるんですけども、はい、で、一番大きいところがお客様自身が本当に自分の好きな価値観とか世界観を選んでいただいて作っていただけるっていうところをポイントにしています。まあ、そういう意味で3つ大きくグレードの価値観を用意しているんですけれども、一つがスポルトという、まあ、これファミリアの時代から伝統の名前なんですが、まあ、マツダの10代のスポーティーさのところ、それとサニットシトラスという上質なグレード、今までもあったんですけれども、それを継続しているもので、もう一つですね、 BD というグレードを今回追加していました。 BD、 はい、はい、で、これがですね、車の色の部品をいろいろ組み合わせることによって、トータル198でした。198 まあ、組み合わせできて198通りの、色使いが遊べるというものになっています。で、うちの車ソウルレッドからいろいろな色ありますけど、はい、まあ、車に印象的に全然違いますし、うん、今回屋根にルーフフィルムを採用してますので、はい、その黒か白かで全然印象が変わります。まあ、こんなことで遊んでいただくっていうところをやっていただくグレードが BD です。で、これだけだともうちょっと広げたいっていうので、うん、さらに自分の個性を、作っていただくって形で、まあ、いろいろお客様に自分でステッカー貼って楽しんでいただくのもいいんですが、方向性を見せるっていうので2つパッケージを用意してます。はい、1つがルーキードライブという、まあ、ちょっと元気でやんちゃな方向なんですけれども、活発な方向のコンセプト、それともう1つがクラップポップっていう、まあ、どちらかというとちょっとシティ派というかそんなような方にも乗っていただきたいなっていう、まあ、この辺をベースにしながらいろんなものを組み合わせて自分なりのを作っていただく、まあ、こんなところが一番のキーになっています。まあ、商品の概要でいくと、大きいところでいくと以上です。はい、はい、小さいマツダ2っていう車だからこそできたことですよね。はい、そうですね、やっぱりコンパクトカーって、うん、ヨーロッパの車昔から見てもいろんなものがあって、なんとなく安いけどおしゃれなあるじゃないですか。だからもっとこの車でもそういう世界観ができるんじゃないかなというふうには思ってます。うん、すごくこう車の動画を見させていただいて、はい、グリルが印象的だなと思いました。はい、やっぱりこう顔が、はい、で、顔がいろいろカスタマイズできるじゃないですか。はいはいはい、あそこでだいぶ印象変わりますよね。変わりますね。うん、今回ボディ同色のものもあるんですけど、そこをちょっと白に変えたグリルも全く違う印象になりますので、うん、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。うん、白いグリルだと昔スマートが結構白が強くて、はいはいはい、そうですね、もう屋根とグリル白、しかもホイール白とかだったりすると、はい、もうめっちゃ可愛いですね。はい、そういう系統なのかな。はい、うん、で、今回の車ってホイールキャップがですね、デザイン性を取り入れて、まあ、色が入っているデザインのホイールキャップを採用していて、うん、これがアクセサリー含めると6種類ありました。やっぱ足元の色変わるだけでも随分印象変わりますので、うん、推奨はあるんですが、まあ、自分なりで楽しんでいただけるとすごく嬉しいなと思います。うん、あと今回で言うと塗装、はい、でですね、うん、2つ実はやっぱり SDGs とかもあって、うん、環境っていうところは意識しなきゃいけない中に2つ例を持ってきました。2つともですね、環境を両立しながら、商品性も上げてるっていう内容です。1つがですね、一番この
マツダ2の中で、はい、車に乗ってすぐ分かりやすいところにあるインパネのパネルのところ、これですか？はい、これはですね、はい、バイオエンジニアリングプラスチックを使っています。はい、はい、まあ、この内容はですね、後で担当者が説明させますけれども、植物由来の原料を使っていて、うん、エコというだけではなくて、従来塗装しているものよりも、それを超えるような質感が出せるというところがポイントになっています。伊佐さん、簡単に説明します。はい、そうですね、はい、今回のバイオエンジニアリングプラスチック、今回バイオエンパラという略称をさせてもらってますが、うん、材料自体は植物由来から出ておりまして、はい、実際は植物由来って透明な材料になります。具体的には何なんですか？具体的に言いますと、植物って言っても本当にいろんなものがあるんですけど、うん、今回は工業用のトウモロコシをですね、その理由としましては、やはり植物って言ってもまだインフラが整ってませんので、一旦はそういったインフラが整っている工業のトウモロコシを使っているんですが、まあ、将来的には例えば間伐材とか、例えば草とか、例えば生ゴミとかっていう形からも作ることは将来的には可能な材料になります。はい、で今回の材料はこういうふうに無色透明なので、これにですね、まあ、色をつけることによって、その塗装することなく部品ができるという形になります。で大きくですね、実は今回この材料に対しては3つのポイントがあります。でまず1つ目が環境性になります。で環境性に関しまして、先ほどお伝えしましたように、この材料自体が植物からできていますので、まあ、植物って当然 CO2 吸いますので、そういう意味ではカーボンニュートラルという形になりますし、今回塗装することが必要がありませんので、そういった塗装のエネルギーとかが削減できることによる、まあ、エネルギー削減による、まあ、環境性というのが、まあ、1つ目のポイントになります。で2つ目のポイントがですね、今回衣装性を上げているという話なんですけど、従来の部品でいきますと、これはちょっとロードスターのヘッドレストの部品になるんですけど、従来はですね、まあ、プラスチック自体は石油からできてまして、まあ、多くあるものが結晶性樹脂なので、結構乳白色な材料が多くて、それに、まあ、炭を入れるとですね、まあ、牛乳に炭を入れるとどうしてもグレーみたいな形になっちゃいますので、こういった色になっちゃいます。なるほど。で若干、うん、ちょっとなんか開っちゃけてる感じですね。でやはりピアノブラックですね、ピアノとかに使われているブラックを出すためには塗装しないとこういったクオリティは出せません。二度手間になるわけですね。そうなんです。なので樹脂で打った後にそれを塗装するって形で二度手間になって、この塗装のエネルギーもバカになりません。今回どうしてかと言いますと、この、まあ、しらけてるものを、ちょっとしら、そうですね、ロードスターの、いやいや、ロードスターは簡単ですよ、こういった、ちゃんと綺麗にしますんで、出るときにはね、はい、出るときにはします、お客様のせいで、お客様のせいにはちゃんと効率化を出しますんで、で、ときに、まあ、一発でこれがですね、塗装したものがこれで、これ、バイオインプラで作ったものです、うん、はい、で、塗装のものと比べると、もう、ほぼ、違いが分からないぐらいには、はい、実際ですね、今これちょっとあいにくのお天気なので、ちょっと分かりづらいんですけど、実はこの商品性上げてる中でいくと、従来の塗装でいくと、うん、まあ、この製品圧と上げれないんで、うん、大体数十マイクロとかっていう薄い膜圧で塗装塗ってます、うん、なので深み感はやはりそれなりの深み感なんですが、うん、今回この材料自体を着色してますんで、その、まあ、例えば海の青さというか深さっていうか感じで、要はこの厚さで減衰させてるんですよ、光を。なのでより深みのある色合いが出せるという形になっておりまして、でさらにもう一つ、塗装するときには液体を、まあ、乾燥させますんで、まあ、オレンジピールとか柚子肌とかいって表面がどうしてもメラメラしちゃうんですよ、塗装になると。なんですけど今回の材料は、まあ、金属の金型に、まあ、溶けた樹脂を溶かして、まあ、固めることによって、まあ、圧力かけてるんで、その例えば漆、まあ、漆で言いますと、漆って塗った後に磨くじゃないですか。そういった形でああいった日本の伝統的なものができるんですが、それがもうできちゃうと。あ、もうできた時にはもうなってる。もうなってる。これがフォームで。ピカピカになってる、はい、そうなんです。なのでそういった形でいきますと、まあ、従来塗装して磨いているようなものをいきなりもうかなり早いタイミングでできてしまう。まあ、時短にもなるわけです、ね、そうです、おっしゃる通りです。そういった形で従来の環境に加えて、そういった2つ目のポイントである商品性も上げているという形になっています。で最後のポイントなんですが、最後のポイントとしましては、先ほどお伝えしましたように、まあ、塗装が必要なくなるという形で、実際この材料自体はかなりお互い材料で高級プラスチックなんですが、この塗装工程を省くことによってコスト改善ができています。なので逆に言うとですね、
高速回線ができているので、まあ、あの普通であれば高級車とかにしか載せない材料なんですが、今回のマツダ2のようなあの、まあ、比較的お客様に提供しやすい価格に対しても今回載せることができておりまして、で今回は実は初めてじゃなくて、実はマツダの電車に載せてます。もうロードスターとか CX-5 とかに載せてるんですが、そういった形で、まあ、マツダとしてはそういったあの分け隔てなく皆さん全てのお客様にそういった環境優位素材を提供できるように今やってるところです。でえ、いつぐらいからそれはやってたんですか？これはですね、ロードスターの頃からですね。なので、どの台の？今の台ですね。今の台のロードスターの手始めの頃から、はい、やってるような形になります。はい、あ、ちっちゃいカップホルダーの部品とか、なかなか分かりづらいところだったので、皆さんにお伝えできなかったんですけど。でも確かに、松田さんのカップホルダーツヤツヤですよね。そうです。そうです。とか、マツダ3のこのシフトパネルのところとか、アイオン実はバイオプラなんですけど、黒で分かりづらいってところもあったんですが、まあ、今回あのマツダ2でこういう一番目立つところに採用してるっていう、これも実は前回からこう入れてるんですけど、あえてちょっとこのパーツバイオなんだよっていうのが、ちょっと嬉しいかなっていうのもあって。なので実はロードスターもこれもバイオエンプラこれが入ってます。うーん、なんかそしたらバイオのところにバイオとかちっちゃいなんかあるといいですね。いいですね。確かにそうですね。全然アピール、そうそうそう、はい、そうでしたか。で今回面白いのが、あのこういったピアノブラックとかできるんですけど、今回マツダ2の特徴としましては、あのこういうふうに柄を持たせてます。はい、あの見ました。ここなんかありますよね。はい、そうですね。で、この柄がですね、まあ、どうやって作ってるかっていうと、まあ、先ほど言った金属の金型に、まあ、あの模様をつけてですね、その後に磨いてます。という形で、あのこういった模様と鏡面っていう合わせ技で、これも塗装では逆にできないような技術になりますので、こういったまあ松田スならではの、そういったいろんなお客様に対して、いろいろと色を出さんでもらうという話もありますので、こういった色のバリエーションと模様をつけることによって、あの環境だから我慢するとかですね、環境だから高いではなくて、環境も良しですし、まあ、コストもリーズナブルに皆さんお客様にご提供しながらも、しかも商品として楽しんでいただけるという形の三方良しの技術として、ね、今回ご紹介させていただいております。で、じゃあ今後このバイオエンジニアリングプラスチックの技術っていうのはもっと広がっていくんですか？そうですね。今はですね、先ほど言ったように当初はロードスターちっちゃい部品から始めていてですね、じわじわと。そうです。で、その後に、まあ、例えばあの外装部品使えたりとか、あのこのような内装の 衝撃にいるようなもので、今現時点ではあのラジエーターグリルですね、今回のマツダ2のスポットの方 のメッシュのラジエーターグリルの方もですね、あれ僕実はバイオリンで大きな部品も打てるように。メッシュのところ、はい、あの細かい、そうです、そうです、全部です、はい、一体で作ってるんですけど、あの大きな部品まで、外装の大きな部品までできるような形で進化させてますので、もうすでに全車種にやってるんで、かなり広げてます。でさらに言うと、今回のマツダ2ではこういった、まあ、鏡面に、まあ、あのそういったテクスチャーを持たせて新しい衣装もありますし、マツダ3の方ではさらにこの衣装性を上げた2層成形っていうのをやっておりまして、さらにそういった、まあ、環境性、経済性だけじゃなくて商品性も上げたような形で、どんどん技術は進化させていっているような状況になります、はい、いいですね、楽しみですね。そうですね、そういただけると、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあもう一つ、前はツートンルーフって結構ね、いろんなメーカーさんやっていて、確かにいいなと思うんですよね。で今回ぜひそこもポイントでやりたいと思っていたんですが、もともと私は塗装でお願いしますって言ったんですけど、うちのエンジニアの方からぜひフィルムでやらせてほしいという話がありました。で、2つ目的があって、1つはやっぱこれも環境に関わるんですけど、さっきも塗装ってキーワード出ましたが、塗装って実は CO2 結構出しているんですね。こちらは何でですか？やっぱり熱、例えば塗装乾かさなきゃいけないじゃないですか。そうするとそこも部屋というのかな、乾燥させるためには暖房は必要ですし、いろいろ結構熱を使う工程なんですね。時間もかかりますね。時間もかかるので、なので塗装をできるだけ減らせていけば工場での CO2 も減るよねっていうのがあって、少しフィルムっていう素材に、まあ、塗装を変わるところに将来的にはなるかなっていう思いもあって、そんなことやっていきたいと思いました。逆にそのフィルムを作る過程では時間かかってないんですか？
そう、それほど。あ、うん、そうなん。じゃあトータルすると。そうが一番。へー。岡さんだからガンガンにあれですかね、結構言葉悪いですけどストーン耐えてるって感じですよね。あのボディ丸ごと入れないといけないです。まあルーフだけ塗るんですけど、結局はもうボディですね。太陽乾燥させる。でも当然広い場所、車に。2回目は本当無駄、無駄な乾燥というか、そこだけで収まらないわけですよね、はい。あとは、これも同じように商品性なんですけど、フィルムっていろんな衣装ができるんですよね。柄入れたりとか。柄入れたり、まあ本当、いろんな色を変えてみたりとかっていう。なるほど、着せ替えができる。もう将来的にはそんなことまでできるっていうのもあるので、ちょっと今回のこういう、ある意味カジュアルなマツダ2みたいなものであれば面白いことができるかなっていうのもあって、あの今回フィルムを採用しました。なんかいいかもしれないですね。こうプレゼントとかするのに、うん、なんかちょっとプレゼントっぽくそうそうカスタマイズそうそう、ラッピングだったら割と手軽、まあお値段にもよりますけど。そうですね。でやっぱり難しかったとか、これやっぱりあの車が好きな方で町の職人さんとかにお店で貼ってもらってとか近くに出てきてると思うんですけど、本当に熟練した職人さんが何時間もかけてやってるっていうのを、工場で短時間に生産しなきゃいけないっていうのが相当大変なんですよね。まあそういう意味であのこのオーカーのチームがいろいろその困難を今回どこまでやったかっていうのを説明するのがこのことになります。簡単にじゃあ簡単にあの塗装を単純にフィルムにしようとすると、はい、まあ、こういったツヤのフィルムっていうのはまああるんですけども、これを貼り付けた時にこういったですね、はい、すごくちょっとこう斜めにやると全然ツヤが違う。ここにあのアルミ缶を今挟んでるんですけど、はい、こういう段差目立っちゃいますよね、はい、あ確かに、ね、でまあボディに貼った時もこういったあのこういうちょっとしたあの凹凸であるとかっていうのもすごく目立ってしまうんですよね。それがこういう確かにほとんど分かんない、分かんないですよね。で、まあ、もちろんよく見るとよく見るとは分かるんですけど、まあ、これは極端な段差を作ってるんで、まあ、多少は出てしまうんですけど、まあそういうマット調であれば、まあ、量産あの割とやりやすくっていうことになるんですけど、あんまり商品としては、はい、いまいちかなというところはあるんですが、このマット調で言うと、まあ、好きな方はいいかもしれないですけど、なかなかね、一般的に本当に光がないっていうかね。あとマットだとなんか洗車がしにくいとか思ってる方いますよね、うんうん、はい、はい。でもこれがフィルムだったんですね。フィルムで今回こういうあのいろんな柄ですね、うん、今回の車もあの柄あのエンボス加工っていうと、はい、こういう模様をつけてるんですけど、この模様によってもその作業のしやすさっていうのがだいぶ変わってきまして、でその模様とあとはやっぱりデザインさんがこのコンセプトに合うような柄っていうのを、まあ、こう両立させるような形で今回試行錯誤というかいろいろ光の反射によっても見え方って全然違ってくるんですよ。でもこれ選ぶの難しいですね。どれがいいってどれがいいか分かんないですもんね。あの作業がしやすいけど、はい、やっぱりデザインさんはやっぱこっちの方がいいとか、デザインさんはいいけどやっぱりこう目立ちやすいというと、まあ、その辺あのやり取りしながらやらせてもらって、で最終的にもうこう選んだ柄もあるんですけど、その柄もさらにこの光り方っていうのをこう微調整しています。白、遠くで見ると白に見えるけどよく見るとグレージュみたいな、そうですね、白目立ちのかなっていうところがあるんですけど、うん、確かに、うん、白は分かんないですね。黒はなんとなく分かるけど、これもあの表面の形状によってこの光り方っていうのを微調整してるっていうところで、で最終的に
まあ、光ツヤ感もありながら作業も量産の中でできるっていうようなものを選んで作業しているっていうところで、ツートンカラー手塗りで結構してる会社さんとかもあるじゃないですか、これも手で、これあるのはやっぱり手だ。まあ、だからすっごい例えかわかんないですけど、とんでもない大きいスマホにフィルム貼ってるのの大変さを考えていただけると分かりやすいと思います。スマホでも難しいのに。なんでこう一点にバーッと下剥がしてしまったら難しいですよね。なんでまあ少しずつ裏側を剥がしながら、空気を抜きながら、空気を抜きながら、こう順番も手順も固めて、誰がやってもこううまくきれいに貼れるようにしてます。そうなんだ。って実はルーフって丸みあるじゃないですか。そうなんですか。難しいですよね。平らだったら単純に貼ってしまうとシワが出てしまったっていう、それをまあ順番きちっとやることで、こう徐々に伸ばしながらとか、シワにならないように、そういう手順をきちっと決めて。ただちょっと心配なのが、こういうステッカーとかシール系だと、その気温によって伸びたり縮んだりとか、なんかそういうのはないんですか？多少はありますけど、そんなに剥げるとかいうことは全くないですね。そこまで極端に縮むということはないので、それは大丈夫です。ガンガン洗車かけてもらえますか？その辺はむしろそういう塗装と同じようなテストをしながら、耐候性であるとか、光を当てたり、すごい熱いテストを室に入れてみたりというのはしているので、まあ、一旦使う分には大丈夫だと思いますけど、まあ、塗装に比べてやっぱりフィルムの方が、まあ、基本的に材質に弱いところがあるので、とは言いながら、まあ、普通のお客さんが乗られる、まあ、ライフサイクルというか、ご連絡くれないというところは、十分担保できているかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。はい、お願いします。リージョン商品推進部の堀地浩太と申します。はい。私が、用品を担当しております。はい。で今回私このマツダ2の好きなポイントと言いますと、特にですねこの白色のグリルの中に入っている、特にこのオレンジのアクセントポイント、なるほど、ここが全体のバランスを引き締めるような印象を受けていて、私はとても好きなポイントかなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次の方お願いします。はい、リージョン商品推進部の長谷川と申します。用品を担当しております。よろしくお願いします。私の方 の、 お気に入りポイントなんですけれども、はい、このオレンジの差し色をですねワンポイントとして使っているこのコーディネーション、ここはすごく気に入ってます。やっぱりオレンジ皆さん意外と好きなんですね。非常に、まあ、差し色をワンポイントで入れることで、非常にポップな明るい感じが演出できているんじゃないかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。デザイン本部カラーデザイン担当しますテイラーガと申します。私はまあボディカラーも担当させていただきましたけども、はい、まあ、ちょっと内装もちょっと見ていただきたいなと思います。あ、はい、あ今危なかったですね。はい、BD のまあ内装になります。はい、まあ、インパネ側は、まあこういう、ボディカラーと連動した、はい、まあ、コーディネーションになっています。まあ、ですので、すごくまあ、私のお気に入りポイントとしては、うん、中も外もこう一体感のあるコーディネーションというのが今回の、まあ、私のすごくお気に入りのポイントになるかなと思います。はい、中と外のコーディネーションだそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ最後にあれそっち持ってきた。はい、おっとこれはあ、それ持っていただいても大丈夫です。持って大丈夫ですか？はい、はい、ちょっと口に近い、はい、はい、そんな感じでお願いします。はい、今回チグデザイナーやらせてもらってます木本と申します。まあこのいいポイントというか好きなポイントはですね、はい、まあここ部分的なここというわけじゃなくて全体のですねこう親しみのある感じというかですね、よりこう可愛らしい感じ、うん、まあ、こう
県庁それでなんかこうラジコンカーも作ったんですけども、はい、ここラジコンカーしてもすごい可愛らしいですね。本当ですね、いいですね、まあ、全体のキャラクターが作り出せたかなという、はい、まあ、こういうところをですねしっかりみんな楽しんでもらえたら嬉しいかなと思っています。この子はもうソウルレッド推しではないってことですね。ソウルレッドにしてもですね、これはこれでかっこいい車になりますので、はい、まあ、そこもぜひ楽しんでいただければと思いますけども、まあ、イメージはこのイメージで楽しくみんなに親しみを持ってもらえるような車を目指しております。はい、ありがとうございます。木本さん、てか皆さんオレンジ推しなんですよ ね。なんかマフラーもオレンジじゃないですか。え、木本さんのこれ、ね、オレンジが入ってたまたま、はいはい、オレンジ推しだそうです。はい、ありがとうございます。